はい、今日のナンクル旅トークをお送りしております。えー、7月21日木曜日ですね、夕方6時半を回りました。今日もすごいいい天気で、もう、そうですね、もう暑いっていう言葉が飽きるぐらい暑いって言ってますね。えー、今年の夏はすごいですね。ええー、もう本当に、もう汗かきすぎて、もう本当に、 トイレ行くく機会が少なくなったったて感じで <laughs> もう本当に一日何回シャワー浴びるんだろうっていうぐらいもうシャワー浴びてえまあ私、仕事なんですけどあのちょっと某メーカーのなんか塗ったらスーッてするやつあるじゃないですかそこのボディーソープ使ってるんですけど結構いいですねふさっとなってただですねあの今の時期あの冷たい水浴びたいんですけど自然に。 適温になってるっていうか36度ぐらいになってるって感じで本当冷たいの欲しいんですけどねまたすごいちょっとあの汗かいてしまったりっていう感じでなってます、えー、あの皆さんもちょっと暑さ気をつけながら体調ですね管理気をつけながらお聞きください今日はですねあの昨日の選手の続きですねキルギスタンのお話ですねアルトゥアラさんとかのお話をしていきたいと思います、えー、今日のナンクル旅トークこちらはですねやったぜおきさん あの総工建築業おきさんの提供でお送りします。 はい、今日のナンクル旅トークをお送りしております。えっ、ー、と、まあ、先週から続きですね、ちょっと少しかぶっているところもあると思うんですけれども、話していきたいと思います。えー、と、キルギスタンですね、のお話ですね。キルギスタン場所はですね、中国の西側にあるところですね、旧ソビエト連邦で、あの、まあ、のシルクロード、昔ですね、あの絹の道っていうんですか、それで栄えたところになっております。えー、このキルギスタンですね、山がすごく多いところで、本当にもうほとんど、 まあ6割以上ですかね、もう山というところで標高も高いところにあります。えー、先週まで話したところで、ムガって町に行きました、あのー、先週その町の方ですね、近くにあるキャンプ場があるんですけど、そこの方でちょっとテントで張って寝てまして、翌日ですね、ちょっと朝、もうしばらくあのテント、キャンプ続きでお風呂に入ってなかったんで、3日ぶりのお風呂を目の前が湖だったんで、 水で入りました、えー、結構標高高いんで、い、まあ、一応晴れてはいるんですけど、少しもう水が冷たいんですけどね、もう、まあ、とりあえず入ろうって感じで、本当、使っちゃいけないかもしれないですけど、ちょっとシャンプーとかで頭も洗いながら、なんか泳いでるふりして、体洗ってました。まあ、最高、気持ちよかったんですけどね、もう出たあともガタガタ震えて、<laughs> もう超寒いみたいな感じで、で,でも,も、すごくやっぱシャワー浴びるのは気持ちいいですね、本当に。体の芯まで好き キリッと,した感じで、えー、っとシャワーっていってです、ね、あの湖、大きいお風呂に入った感じですね、湖に入りました、えーで。その後お昼過ぎですね、マルシュという乗り合いタクシーでカラコルという街に行きました。えー、カラコルですね本当に山あいのふもとにある小さな町で、あのー、ちょっとこじんまりとしてるんですね。でそこの宿を安、ね、宿にチェックインをして、で近くにあるあのロシア正教の教会。 があったんですけど木造でできた、もうすごい由緒あるというかもう昔からあるなん,かなんかすごい歴史のある感じな佇まいで、まあ、庭園にはバラのがたくさんあってほんとなんか映画に出てきそうな感じのすごい綺麗な教会でした、えー、ちょっとまあ残念ながら中には入れなかったんですけど外から見てちょっと写真を撮ったりしてましたでですねそのあとの次の日がこのアルトゥアラシャンという場所に行こうと思ったんですけど まあそこでもちょっと宿はあるんですけど、ちょっと宿がですね少し高かったんで、テントあるので、テント泊をしようということで,で、ご飯もまた得意の自分たちで自炊しようって感じで、その日、ですねあの市場でいろいろ食料を買って、話を聞くと、乗り合いバスで行けるんですけど、その麓からでから頂上まで大体14キロ山道を歩くって感じで、大体歩いたら6時間。その時、3名で旅したんですけど、ただで、 さえもきついのに、荷物、テントも持ってて大変だから、ちょっとここはちょっとお金出そうかということで、3人でシェアしてちょっとレ、ジープですね、レンタルして、そこで行くことにしました、えー、その次の日なんですけれども、そのジープをチャーターして、3時間ですね、山道をすごく行くんですね、普通、こんな道、登れないだろう、車がっていうところ、もうタイヤが本当に大きい。 四駆,四駆のですねジープでもガタゴトガタゴトもう頭を打ちながらですね車内にガラスに打ちながらもう掴みながらこう行っていきました、えー、もうなんか本当にアトラクションみたいな感じですねディズニーランドにあるなんかトム・ソーヤのなんかみたいな感じなあんな感じで三時間行きましたで着いたところがですねアルトゥーアラさんというところなんですけれどもあミヤちゃんさんおーミヤちゃんありがとう ちゃんも行っったたよねタタジキスンかったのあすみません、今、ですねちょっとツイキャスで自分の知り合いから来たんですけど、えー、その時あのちょっと話が脱線するんですけどみやちゃんって言いましてあのバイクじゃない自転車で旅してるみやちゃんがいてみやちゃんはタジキスタン行ったのかな,、えー、もうなんかあのアジア大陸を自転車で横断したチャリダーの人なんですけど。 久しぶりりですすねありがとうございますコメント、えーまあ、ちょっと話戻しましょうね。えー、ということで、あのー、どこまで話したかな、<laughs> あーそジープで行ってこう、着いたところ、アルトゥアラシャンって場所で、ここがですねすごい絶景、なんかあのどういう感じかというと、山あいの方なんですけど、あのー、周りが山があって、下に草原が広がっているんですねあの、スイスみたいな感じです、イメージする。あの例えばの タイ人出てくるようなあの映画で言ったらサウンド・オブ・ミュージック系な感じな本当にあのすっごいもう草原があってもう本当になんだろうここにいたらもうピュアになるんじゃないかっていうぐらい心が洗われるぐらいですねいろんなデトックスが出そうなぐらいのすごい景色でそこについてまあ 昼間着いて、まあ、ちょっとテントを立てまして荷物置いてでそこら辺を散策って感じでもう川があったりして川、まあ、水も冷たいんですけど、まあ、飲めそうだったけどちょっと怖かったんで飲まなかったんですけどもうすっごい綺麗で本当に写真を撮ったりしていました聞くとですねそこの方山ですね3日ぐらいトレッキングもできるとか言ってたんですけどもうまあそんな体力もなくまあ1泊で終わろうって感じでただですねそこをですねあの 山ってことで温泉、があるんですね温泉もう結構この疲れてるじゃないですか、温泉を入ろうってことで、貸し切りで1時間150ソルであって、日本円で450円、まあ、まあ、安いですね、はい。で、これでちょっと温泉1時間入ってたんですけど、まあ、結構夜ですね、標高は2000メートル超えてたかな。結構寒いんですねで 入ってるときはいいんですけど、出た後はまたすごくすぐ寒いというか、まあ、ちょっと、まあ、寒いんで、またもう、テント戻って、また火を焚いて、もう本当にパンとか食べて、スープ温めてって感じで、またこの日も寒かったんですけれども、ですねあのこの前の,あの中国の、うんと、なんとかこう、うん、忘れたな、そこにいたときよりはまだ良かったですね、あは標高3000メートルで、あの外にちょったペットボトルの水が凍ってた。 っていうところですね。まあ、それをまあほとんど眠れないまま過ごしたのが経験があったんで、まあ,あれに比べればまだ少しは寝れたんで結構やっぱ人間って強くなりますね。<laughs> っていう感じでした、えー、もう本当にですね。このアルトゥアラシャン、本当に景色がすごくいいので。 も,もし行く人、行く人いるかな <laughs> もし行く人はね、キルギスタン行く人いたら、ぜひ行ってみてください。本当にもう、ちょっと遠いんですけれども、まあ、行ってすごくもう、本当に価値があるような場所なんで、こちらぜひとも行ってみてください。えー、っとですね、ということで、ちょっと後半行く前に曲を流したいと思います。えー、今日はですね、ジミ・ヘンドリックスの曲を流したいと思います。1曲目は、パープル・ヘイズ、お聴きください。 はい、ジミヘンドリックスのパープルヘイズをお送りしました。超かっこいいですね。えー、たまたま、あの、先々週ですね、ワウワウで、ちょっとジミヘン特集したんで。みたら、久しぶりに見たら、やっぱかっこいいですね。 えもうでも若い時に亡くなったってことであもうまあいいですねちょっとすいません話がちょっと飛んじゃいましたえ先ほどの話の続きをしたいと思いますえこのアルトゥアラシアンですねで1泊泊まりまして次の日はですねまああの食料も減ってるんであと下りってこともあってだいたい3時間かけてあの歩いて下りましたでですねまたこの麓の町からあの乗,り合い隠し乗り合いの タクシーですねそれでカラコムって街に戻ってそれからカラコム経由でビシュケシュビシュケシュでビシュケクですねはいあのキルギスタンの首都にありますビシュケクに戻りました、えー、で宿に戻るとですねあの例の日本人宿引き出す引き出さんがやってるですねあの桜ゲストハウスに行ったらなんとですね、うん、とサウナを炊いててくれてサウナもあるんですねたまにしか引き出さんの調子がいい時にしかサウナ炊かないんですけど たまたま帰ってくるって話はしたんで、ちょうどそれに合わせてですね、炊いててくれて、もうめっちゃ気持ちいいんですよ。もう、なんだろう、ここっていう感じぐらい、すごい良かったです。で、まあ、ちょっとしばらく桜ゲストハウスにいまして、で、まあ、ちょうどその後にウズベキスタンのビザが降りたんで、これから、あのー、この次ですね、 カザフスタンに向かいました、えーっとですね、カザフスタンに向かうときなんですけどまたそのときはあの国際ツアーというか国境を越えるバスがありましてちょうどこれですねたまたま宿にいた日本人男の子2人いてじゃあ一緒に行こうってやったんですけどちょっとあのチケットがなかったんで、まあ、その人2人先に行ってじゃ自分はじゃあ後から行くって感じで行きましたこれは夕方6時ですねシュムケントっていうカザフスタンの 入ったところにある、ま、中堅ぐらいの町があるんですけどそこに向かって行きましたで夜10時過ぎにですね国境を越えるんですけれどもあのちょっとですねあのまたちょっといろいろありましてあのまキルギスタンとてところです、ね、カザフスタンとかですねあのビザーだけではなくてレギストラーチェっていうですね外国人登録書が必要なんですね必ず取らないといけなくてでそれがですねキルギスタンではですねあの入国後この このレギストラアーを取る機関があるんですね。そこに行って取れば OK なんですけど、カザフスタンでは国境で取らないといけないらしくて、自、え、分、ー、の1人で国境を越えたんで、その時知らなくて、キルギスタンと同じ感じで、えー、町で取れるだろうって思ってたんですけど、まあ、まあ、自分のリサーチ不足なんですけど、国境では取るべきだけど、取らなく入りました。えーま、たこれがまたですね後にちょっと まあ、軽い事件になるんですけど、まあ、これはまたちょっと来週ですねあの、ゆっくりお話ししたいと思います。えー、他人の不幸は蜜の味って感じですね。はいもうすごい面白い話があるんで、これは来週お話ししたいと思います。えー、っとですそれであ国境を越えまして、まあ、たまたまですねであのこのある、このビシュケクじゃなくてと、あれですね、なんていう街でした <laughs> 話がちょっと飛んでしまいました。シュムケントだシュムケントに行く。 行ったんですけどちょうどこのバスがです、ねあのー、シュムケントを途中で行くんですけどもうアルマティというすごい大きい街があるんですけどそこに行くバスですねで、途中にあるシュムケントで降りるんですけど、まあ、なんて言うんですかねこの今ちょっと寝てたら起こされてシュムケントで降りるって話したらいきなりですね起こされて夜暗いんですね、ぱって見る朝4時で道、大きい道沿いで。 お前、こっちだぞ、降りれって言われてえ、えっっバス停じゃないのっ,つって言って、もうバス停じゃない、もう道で降りれって感じ言われて、えーって感じで、で、たまたま隣にいた、あの、キルギスタン人のお兄ちゃんが、ちょっと英語話したんで、もうちょっと話したら、ここで降りるみたいでよって言われて、マジっ,つって言って、朝の4時、結構寒いんですねも。うもう半分、頭も寝てる状態で、えってどうしようと思って、で、お兄ちゃんにどうするのって聞いたら、今から、なんかちょっと荷物を運びに行かないといけない。 頼まれてるるのがあるって言ってで段ボールででたら14箱ぐらいあるんですねで聞いたらなんか教科書か本か本をなんかちょっと運ぶあるところにってことであそうなんだってってでもうどうしようかなって言ってたらあのお兄ちゃんがもしよかったらこの運ぶからそこの家にもしかったら泊まれるはずよみたいな感じで言マジっつってからでよかったらちょっと手伝ってくれないみたいなおラッキーだったらいいよ行く行くって感じででこのバスから14箱ですね 結構ダンボール結構重みがあるんですけどこれを取ってでその後なんかもうタクシーを掴んでタクシーに詰めてって感じでこのそこの場所に行ったんですけどこれがなんか個人宅なんですねでもう朝その時も5時前ぐらいまだ明かりあたり真っ暗なんですけどこれでついても,もちろん寝てますよねでキンコンキンコンでめっちゃやって出てこないんですよ えやばいな出てこないなどうしようみたいな。で、もうしばらくやったら10分ぐらいやったらやっと電気ついて中から主人風な人が出てきてでアメリカ人だったんですけどで話したらああ、こっち運んどいてって言ってで自分も一緒になんか運んであよかったってってそしたらその主人の方がちょっと今でいいかみたいな感じで,で今でちょっと毛布持ってきてくれてじゃあこっちで今日寝てくれって言われてまあラッキーですよね。<laughs> もう4時に いきなり大通りに降ろされて、もうどうしよう、路頭に迷ってたんですけど、まあちょっと、まあね、拾う神やりって感じですごい助かりました。でもそのところでも熟睡して、翌朝8時ごろに起こされて、まあ、朝食までごちそうになって、じゃあ、場所どう,どうするかって言われて、じゃあちょっと街、この安宿があるんで、そこに行きたいって言ったら、じゃあ、近くの方まで送るよって感じで、翌日は送ってもらいました。もう すすごいいいた,せりいたレディつくせりですね、はい、もうやっぱりちょっとあの結構キルギスタンカザフスタンもそうなんですけどやっぱりイスラム教の国の人ってやっぱりすごく旅人に優しくて結構本当にそ,こそういうところではもう本当にすごい助けられましたねはいもうなんかイメージしてるまあ感じとは違う感じで本当にすごいホスピタリティをすごい感じましたということでそこでですねあのちょっとまあ 街まで行きましてそこからちょっとあのまあ乗り合いタクシーであのまたこの宿まで行きましてそしたらこの安宿でま桜ゲストハウスにいた人なんか一緒に合流してっていう感じで無事カザフスタンですねそこに着きましたえもうその後なんですけれども <laughs> まあまあまあこのレギュラーチがないままですね入ってでまああのその 人に「レギスラーっ取った?」って言われて「あどこで取るの?」って聞いたら「いや国境でよ」って言われて「えマジ?」っつって「また国境行くのも難儀だしな」ってであのー、結構このこの中央アジアの方はですね悪徳警官が結構多くてまあ多分前も話したと思うんですけど何か上げ足を取ってお金を要求する。 まあ、みんながみんなではないんですけどこういう結構警官悪徳警官が多くてですね、えー、ちょっとこれにあったら嫌だねって話して、まあ、なるべくカサフスタンは、まあ、長居しないで早めにウズベキスタン抜けようぜって話をしながらちょっとまあ夜ごはを食べてって感じで、まあ、その日は寝ましたということで ちょっとまあもうそろそろお時間になってきたかなって感じですね。えー、っとまあこの続きはまた来週カサさんの話していきたいと思います。えー、っと私事なんですけれどもとですね今週ですねあの土曜日日曜日に。 浦添市の,です、ね、あの陸上競技場で浦添手だこ祭りが行われます。えー、そこで,です、ねあの、地場の商工会の青年部、浦添の方入ってまして、そこの資金造成ということで、あの立体駐車場の一番上ですね、屋根がないところで、あの祭りの屋台で,ですね、出してますので、まあ、土曜日は夕方までいて、日曜日はほぼ行きます。もしよかったら遊びに来てください。でちなみに、この会場の向かい、道向かいのほうにまた芝生がありまして、 日曜日の夕方ですね、そこでしばくでエイサー祭りがします、青年会の。で、そこで、春天みやびっていうエイサー団でですね、また得意のチョンダラですね、やりますんで、顔しゅんのりで、なんか、あのー、春天みやで、なんか一人、なんかあの、チョンダラが観客のところに乱入してる変なチョンダラがいたら、多分自十分だと思うんで、もしよろしかったら、あの声かけてください。ということで、あの今週ですね、土日、ちょっと、まあ、すごい天気も良さそうなんで、すごい楽しみですね。 はい、もう、まつりの季節ですね、えー、もう楽しみです。ということで、今日のなんくる旅トーク、今日もお送りしていきました。えー、本当に、本当に暑いです、もう先ほどから言ってますけど、もう暑いのにですね、もうちょっと気をつけながら体調管理、よくしていってください。えー、っと今日ののクル旅トーでですねあのそうですねね建築会社 有限会社おおさんの提供でお送りりしております、えー、最後はですね、あのー、また地味編の曲を流していきたいと思います。これは地味編がちょっとカバーした曲ですね。ヘイジューですね。これもすごいかっこいいですね。本当にかっこいい曲なんで、ちょっとこれを聴きながら皆さんお別れしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。バイバーイ。